はい、今ね、どこにいるかって長崎市にいて、これからちゃんぽん食べに行きます。ちゃんぽんってか皿うどんか、今から行きます。昨日ちゃんぽん食べてね、今日皿うどんしようと思ったんだけど、大衆中華江戸菱ですね、今来てます。結構評価高かったんで、で、皿うどんとチャーハンのセットにしようかなって、ね、こんな感じで、まあいろいろありますけどね、皿うどんかちゃんぽんで、昨日ちゃんぽん食べたんで、ちゃんぽんは美味しいんだけどね、あえて今日は皿うどんします。ちゃんぽんの方どっちかっていうか好きかな俺で、皿うどんでセット、これを太麺にして、セットの場合7割なんで普通のサイズね、これ普通サイズの100円プラス150円プラスの1100円か、今からちょっといただきます。で、注文したのはね、皿うどんとチャーハンのセットですね。麺は太麺にしてプラス50円で、普通盛りでプラス100円で合計1100円ですね。なんでまあちょっとチャーハンも食べたかったんで、セットにしてみました。美味しかったですね、かなりね。あの2つ頼んだんだけど、やっぱりよく食べるんでね、普通盛りにして、あとは、太麺にしてね、良かったです。評価も高くて、店員のね、対応もすごく良かったので、お勧めしたいと思ってますので、ね。